劇団彗星ミュージカルが誇るオリジナルミュージカル広い宇宙の中でが豪華キャストを迎えてあなたの街へやってくる。愛と夢だ。サプライズあり。サプライズは相当あるんじゃないでしょうか。人間愛のお話だと思います。大きな愛の話だと思います。こんなに楽しいミュージカルは初めてだって去年も思ったので、きっと今年はそれを超えるくらい見ている方たち、その劇場にいらっしゃる全員の心をこう掴んで離さないっていう。開幕を直前に控えたこの作品の魅力を今日は徹底的にお伝えしていきましょう。舞台の魅力は何といっても生の感動をその場で味わえること。その原点がこの稽古場から始まっているんです。これがね、あのバーバリーの膝掛け。どうです、すごい熱気でしょ。これからこの作品の魅力をたくさんお伝えしようと思いますが、まずはじめにこの作品のストーリーから紹介していきましょう。舞台は横浜。末娘を産むのと引き換えに命を落としてしまった藤家の母和子。ところが彼女は夫翔太と子供たちのことが心配で、幽霊となってこの世にとどまることを選ぶのです。それから12年後、ある日翔太が突然再婚すると言い出します。誰よりもショックを受けたのは幽霊の和子だったのです。再婚相手は小料理屋を営む赤木照代という女性。悲しい過去を背負いつつも明るい笑顔を絶やさない照代。しかし母の面影を今も慕い続ける長女の陽子をはじめ、子供たちは複雑な思いを抱きます。特に厳格な祖母に育てられ家柄を重んじる次女の冴子は照代を拒絶するのです。マイペースな三女ともみ、おとなしい長男まさや、心に影を持つ四女ひかる、陽子の恋人やすし、そして翔太の大親友源次郎とその母花、さらにイギリスからやってきた霊能力を持ついとこの君雄を巻き込んだ大騒動がついに幕を開けたのです。ここからは実際に出演者の方に作品の魅力を直接教えてもらいましょう。今回の作品は全くのオリジナルミュージカルで、原作もなく演出の西田さんが書き下ろしたもので、とても彗星らしいあったかい作品ですね。笑いあり、涙あり、どんでん返しあり、サプライズあり。サプライズは相当あるんじゃないでしょうか。私はこの台本を先にいただいた時に号泣してしまって、2度目に声を出して読んだ時にやっぱり号泣して読めなくなってしまって、3度目にもう大丈夫だろうと思って読んだらやっぱり号泣してしまって、まあ何度読んでも泣けるという作品なので、魂を揺さぶるような素晴らしい作品です。ただただその感情移入すればいいってことではなく、その後歌があるんですね。歌で相手役を説得させなくちゃいけない、相手役を感動させなくちゃいけないっていう、そのお芝居が あった後の歌、まあセリフの流れですけれども、なのでそこで泣いてばかりいられないという、自分を立て直してちゃんと歌でメッセージを伝えないといけないので、これは本当に手強い作品だなと思ってます。最初ミュージカルってそんなに好きではなかったんですね。苦手だったんですけれども、でも自分がやらせていただくようになってから、その歌がセリフの一部だと、あ、これはセリフとして歌えばいいんだって分かった時に、ものすごく自分の中で楽になったというか、なのでまあセリフがとても美しいメロディーに乗って、より心地よく心に染み入ってくる、それがミュージカルの醍醐味ですよね。林田君雄という役なんですけれども、イギリスからやってきた、とってもおかしな少年なんですね。瓶底眼鏡をかけていて、作品の中ではとっても大きなキーを持っている少年です。風貌も喋り方も
いろんなことが面白おかしい少年と思っていただければいいかなと思います。2005年に初演の幕を開けまして、本当にゼロから作ったオリジナルミュージカルなんですね。で、まあ、実際にあったお話を元に、まあ、広げて作ったというところではあるんですけれども、まあ、ある日突然、まあ、お父さんが再婚をしたいということを言いまして、子供たちがなんてこったということで大騒動につながっていくんですけれども、先が全く読めない展開なんです。で、とにかく笑いあり、スリルあり、サスペンスあり、そして涙あり、本当に、見てくださる皆様の心にこうぐさっと刺さってくるような大感動の物語ですね。劇団彗星ミュージカルが誇るオリジナルミュージカル広い宇宙の中でが、豪華キャストを迎えてあなたの街へやってくる。出演は川島直美、黒田アーサー、 AKB48 岩田可憐、吉田洋次ほか、劇団彗星ミュージカル。予測不可能なストーリー展開、そして人間愛にあなたは感動で涙する。ですね、5人の子供のお父さん で早くに嫁を、亡くしてしまいまして、で今度新たに再婚することになると。でその子供たちとその再婚相手と、まあ、いろんな葛藤があるというか、ちょっと人騒動あるような、そんなお話です。基本的には家族の愛の話なんですけど、でもテーマは本当人間愛のお話だと思います。大きな愛の話だと思います。西田さんの書いた曲が素晴らしいんです。どれもいい曲なんで、おそらく曲だけ聞きに来てもいいぐらいいい曲ばっかりです。川島直美さんと実はちょっとデュエットがあるんですけど、そのデュエットの曲も本当に大好きで、そのシーンが僕は一番好きかな。ミュージカル自体が僕すごい久しぶりなんです。もう10年ぐらい前にやったっきりミュージカルやってなかったんですね。ですからなんか久しぶりのミュージカルですごくワクワクしてます。そうですね、ありすぎるんですけども、一つ挙げるならばやっぱり兄弟曲の広い宇宙の中でっていう曲を今回歌わせていただく役をいただいたんですけど、そのシーンですかね、ひかるちゃんが思い詰めてしまって一人で泣いてるところに、キミオくんっていうイギリスから来たいとこの子が猫を連れてきてっていうシーンなんですけど、そこでの歌がすごくいいですし、お芝居もすごくいいですし、本当にそこを注目していただけたら嬉しいなと思います。ミュージカルは本当にもともと大好きだっていうのもあって、本当にミュージカルの稽古中の日々がとても充実していてすごく楽しいですね。 AKB に入ってからはまだ私は彗星ミュージカルさんしか出させてもらってないんですけど、でも本当にこんなに楽しいミュージカルは初めてだって去年も思ったので、きっと今年はそれを超えるくらい楽しいんじゃないかなと思います。彗星ミュージカルさんは去年フットルースにも出させていただいて、その時はウェンディ・ジョーっていう黒く肌を塗った黒人さんの役だったんですけど、今回は白いんですけども12歳ということで、また新たな壁が見えてきたなという感じなんですけど。そうなんです、岩田可憐さんや川島直美さんは他の劇団彗星ミュージカルの作品にも出演しているんです。ブロードウェイミュージカルをはじめオリジナルミュージカル作品を全国で上演している劇団彗星ミュージカル、次はその魅力を紹介しましょう。2007年全国で上演され話題となったミュージカルの金字塔、サウンドオブミュージック。戦争中のハワイを舞台に、日系2世の青年とハワイアンの女性との悲恋を描いたオリジナル作品、楽園。すごい明るく礼儀正しい爽やかな、でもやっぱりすごく努力してますので、根性もあるし
一緒にいて気持ちいいメンバーですね。グッドルースなんですけど、2009年に初演の時にやらせていただいて、同じバイという牧師の妻の役を、ヒロインのお母さんの役ですけれども、それを2013年、14年と、もう3回あの役から学ぶことはとても多かったですね。母として、女性として、妻として。クリスマスキャロルですね、これはもう私の年末のライフワークとでも言うべき、こんな作品をやらせていただけるなんて本当幸せだなっていう、そんな素晴らしい作品ですね。その中で私は一人三役やってますので、これが楽しいんですよ。もうお客さんを裏切ることの快感を覚えました。ブロードウェイミュージカルフットルース、世界中で大ヒットしたこの作品を水星ミュージカルでは2009年から公演。あの名曲の数々、そしてダンスが日本中のミュージカルファンを魅了しました。でも本当にここまでそのお芝居に対してみんなが真剣に取り組んでるというか、当たり前のことだけど、水星さんはなんかそれにものすごい熱量が他のところとはなんか違うんじゃないかなっていうのを作品を見てても思う、伝わってくるぐらい本当に皆さん一丸となってその作品に向かっていくのがすごくて、本当に2013年、世界中で愛されている名作クリスマスキャロルを上演。多彩なキャスト、オリジナル曲を含む名曲の数々、見どころ満載のこの作品は全国で大絶賛を浴びました。僕もロンドンに住んでいた時にフェイムにの舞台がもう大好きになって、絶対この舞台に立ちたいと思って日本に帰ってきたら、ちょうどそのフェイムを上演している劇団が水星ミュージカルだったんです。やっぱり最後にはそのストーリーが持っているメッセージというのをものすごい勢いでバーンと前に打ち出して、あの見ている方たち、その劇場にいらっしゃる全員の心をこう掴んで離さないっていう演出があるんですよね。いかがでしたか？廃演目前に控えたこの作品の魅力、伝わりましたか？笑いあり、スリルあり、サスペンスあり、そして涙ありの感動ミュージカルです。劇団水星ミュージカル、広い宇宙の中で、ぜひ劇場に遊びに来てください。お待ちしてます。テレビをご覧の皆さん、ぜひですね、この広い宇宙の中で劇場に来て見てください。本当に素晴らしい本と、そして素晴らしい音楽で溢れてます。必ず見に来てください。お待ちしてます。深い感動に心満たされるオリジナルミュージカルの傑作です。劇団水星ミュージカルが誇るオリジナルミュージカル、広い宇宙の中でが、豪華キャストを迎えてあなたの街へやってくる。生の感動をぜひ劇場でお楽しみください。この